福田久志将は、神奈川県横浜市緑区出身のプロ野球選手、宇藤右内、中日ドラゴンズ所属、小一で野球を始める。中学時代は、緑中央シニアで、全国優勝を果たし注目され、シニア全日本代表の4番を務めた。中学時代には、ニューヨークメッツから、入団テストに来てほしいと声をかけられたこともあった。 横浜高校では打撃を買われ1年春からベンチ入り。2学年上の枠井秀明とバッテリーを組み、石川祐洋らと共に甲子園にも出場。レギュラーであったが、まだ1年で経験も浅かったために、試合終盤の大事な場面では交代させられることが多かった。2年春から4番打者を務めた。2006年春の第78回選抜高等学校野球大会では、 一学年下の高浜拓也、同期の佐藤健二とクリーンナップを組み、首相として優勝を経験。同年夏は、史上初の同行二度目の春夏連覇が期待されたが、大阪東院に6の11と大敗し、大会初日に敗退。上期以外に同期には、下鶴昇、西島はじめっきがいた。特に下水流とは小学校から高校まで、同じチームでプレーした。 高校通算49本塁打を放つなど評価され、ドラフト会議で中日ドラゴンズから高校生、ドラフト3巡目で指名され入団。2007年、新人の中でも打撃の評価が高く、春季キャンプでの一軍組への昇格一号となった。落合博光監督から2007年に行われる、プレゴリンに推薦された。谷繁元信。 小田公平の次となる3番目の保守を争うことが期待されていたが、同じ新人の保守、田中大輔の存在もあり、2軍で9試合のみの出場でノーヒットに終わった。出場機会を増やすために、首脳陣から内野手へのコンバートの指示が出され、同年オフの周期キャンプから一類の守備にも取り組んだ。2008年、春季キャンプで山本正と同部屋になる。 落合監督の指示もあり、本格的に保守から内野手へ転向。この年も一軍出場はなかった。前年に同じく一軍出場のなかった、土上直道、清水明信、岩崎達郎がこの年に一軍出場を果たしたため、この時点で2007年入団選手の中で、唯一の一軍経験のない選手となった。しかし、二軍では四番打者としてのスタメン出場もあり、 フェニックスリーグでは、石井和久から本塁打を放ち注目を浴びる。2009年、春季キャンプで1軍に抜擢されるも初日に、落合監督からノックを受け右太ももを痛め、2日目に2軍に降格。ウエスタンリーグの6月の月間 MVP を獲得。7月に初の1軍昇格。7月7日、対東京ヤクルトスワローズ戦の9回に、代打で出場し、 押本武彦から史上49人目となるプロ初打席初本塁打を放った。7月31日の大ヤクルト戦では負傷退場したトニー・ブランコの代役として4番一塁手で途中から最後まで出場。その後は代打で後期を生かせず8月中旬に再び2軍に降格した。2010年オープン戦や練習試合2軍でも4番を任せられ。 打率3割台を記録。しかし1軍では15試合の出場に終わった。2011年、開幕前から好調を維持し、右の代打として開幕1軍入り。開幕戦から代打として出場し、4月13日の横浜ベースターズ戦で代打として、プロ2本目のソロ本塁打を、エイジリ慎太郎から放ち、4月15日にも阪神タイガース戦でまたも代打として、 プロ3本目のソロ本塁打を藤川球児から放った。しかし、その後は5打席無安打が続き2軍落ちした。1軍に戻ったのはシーズン終盤の10月で1年間を通しての1軍定着とはならなかったが自身初となる日本シリーズ出場を果たした。2012年からは小山勝良氏のトレード遺跡に伴い4年ぶりに保守に再転向。オープン戦で 積極的に起用され、打撃で結果を残し3番手保守として2年連続の開幕1軍入りを果たす。5月5日の対横浜 DNA ベイスターズ1 0 0にて1軍で初めて保守のポジションにつくが、同じ試合でその後にアマチュア時代を通じて自身初となる2類種の守備につく。またこの試合ではシーズン1号となるソロ本類がを放つ。最終的に、 自己最多の49試合に出場し、期待された打撃面では打率。176、1本塁打と課題が残り、守備機会もこれまで通りの一塁手としての出場が主だった。オフに、内野手に、再コンバートした。2013年は、右肩痛の影響で4試合の出場で2安打に、止まった。2014年も10試合の出場で3安打に止まった。 2015年、春季キャンプでホーム改造した結果、オープン戦で4本塁打、リーグトップの13打点と結果を残し、開幕1軍入りを果たした。開幕戦で、スタメンで1塁を守っていた森野正彦が故障したため、3月31日の巨人戦からスタメン出場すると、4打数3安打2打点本塁打1本と活躍し、勝利に貢献した。その後も4月は、 一塁手での起用が多かった。6月21日の試合終了後、応援団は個人応援歌が作成されたことを発表した。6月23日より使用開始された。中盤以降、代打で成績を落としたが、自己最高の79試合に出場し6本塁打を放つなど、自己ベストの成績を記録。 シーズン途中から試合前の練習などで、リフトにつく場面も見られた。11月13日の契約公開では、約850万円増の、約1500万円でサインした。2016年、出場当初は三類種、左翼種を中心に、ダヤン・ビシエゴが離脱してからは一類で並びに4番打者としても、出場を重ね、10本類打を記録した。2017年、開幕から、 右肩の怪我に苦しみ、4月23日に一軍に合流。7月7日の DNA 戦でシーズン初ホームランを放つと、7月と8月で自身最多の14本、シーズン通算でも自己最多の18本のホームランを放った。2018年、王の雄大に代わり、選手会長に就任した。この年のシーズンは、自身初の規定打数到達、100安打長を達成。 2019年は高橋周平が三塁手に戻ったため、開幕は控えだったが、名古屋ドーム開幕戦では不審の素色あるモンテに変わり、スタメン出場した。その後、代打や左翼手として出場した。その後二軍落ちしたが、最小覚悟は故障の高橋に代わり三塁手の守備に着いた。高橋の復帰後は左翼手のレギュラーとなった。 8月は8本の本塁打を放った。9月は打率3割3部、3本塁打、21打点、また仕組んだ6度で地震初の月間 MVP を受賞した。2020年は64試合に出場。度重なる怪我の影響で本来の調子を発揮しきれず、シーズン連続2桁本塁打が4年で途切れた。2007年の地震初のキャンプ中に少女が、 落合監督のもとへサインをもらいにやってきたが、その色紙にはすでに福田のサインが書かれていた。落合は将来クリーンナップを打つ可能性のある男のサインで価値が出るから大切に持っていてほしいと断り、福田への期待を示した。ありがとうございます。